アメリカ携帯ならアメスマ。皆さんこんにちは、アメスマチャンネルの千尋です。今日はですね、アメリカの注目企業 ACK についてご紹介していきたいなと思います。で、今日はですね、テスラの何がすごいということでですね、ご紹介していきたいなと思いますけれども、まず最初に結論ですけれども、テスラはですね、自動運転を見据えた EV 設計と、あとそれに伴うですね、ビジネスモデルがすごいというところがあります。で、まずですね、皆さんにテスラってどんな会社っていうのをちょっとお話ししていきたいなと思いますけれども、まず名前の由来、セルビア人発明家のニコラ・テスラさんという方がいらっしゃって、その方のお名前から来ているということになります。で、この方はですね、世界初の、AC モーター、交流電動機と呼ばれているものがあるんですけれども、これを開発した方として有名です。で、テスラのメインビジネスなんですけれども、バッテリー式の電気自動車、あとは電気自動車の関連した商品、ソーラーパネル等の開発、製造、販売をしている自動車会社というふうになっております。で、売上規模ですけれども、246億ドルというふうに言われてまして、これは大体日本円に換算すると、約2兆6750億円ということになっております。これ2019年のデータですね。で、本社はカリフォルニア州シリコンバレーのパロアルトに、あります。従業員数はですね、4万5000人で、日本との接点ですけれども、この創業者のですね、イーロン・マスクさんが親日家ということで有名で、ラーメン二郎の歌舞伎町店を訪問したというのが、彼の SNS でアップされてたりとか、あと日本のアニメとかお笑いも好きというふうな情報がよくネットとかで流れています。で、テスラなんですけれども、モデルが5つで、まず、モデルの S、 これはスポーツカータイプで7万ドルぐらいからということで、日本円にすると多分800万900万ぐらいからということで、結構高級車のカテゴリーになります。で、販売開始したのは2008年なんで、もう実は12年ぐらい、このモデル S に関して言うと販売実績があります。続いてですね、モデルの X、 こちらは SUV のタイプで値段は9万ドルぐらいから、日本円だともう1000万を超えてくる。こちらも高級車のカテゴリーですね。で、モデル X の特徴としては、ファルコンウィングついてるということで、車開くときにですね、こうやってガーッこう開くタイプの、車なんで、一回ちょっと試乗したことあるんですけど、見た目にも面白い、そういう車になっています。で、販売開始したのが2015年です。で、続いてですね、モデル3というのがありまして、セダンの大衆向けのモデルになってて、値段は4万ドルぐらいからお手頃価格になっているという感じですね。で、販売開始時期は2016年、多分予約したらどれぐらいだろう、一時期は結構1年待ちとか1年半待ちってあったんですけど、販売してからしばらく時間が経ってるので、もう少し多分手に入れられる時間としては早くなってるのかなというふうに思います。で、続いてですね、モデル Y というのがありまして、で、こちらは SUV の大衆向けのモデルということで、で、こちらも値段がだいたい4万ドルぐらいからということで、非常に手が届きやすい値段になってて、で、販売開始時期は2020年3月ということで、今もうちょうど販売をし始めるかどうかというところに来ている。で、もう一つですね、去年かな、発表されたモデルで、サイバートラックっていうのがありまして、で、こちらはピックアップトラックタイプで、かなりね、変わった入れ立ちをしているんで、ぜひ、ホームページとか見てほしいんですけど、斬新なデザインになっていると。で、こちらも値段は4万ドルぐらいっていうことで、かなりピックアップ車の中でも安い部類ぐらいに入るのかな、話題になりました。で、こちらも販売開始時期は2021年の3月になっております。で、このなんで S とか、X とかそういう名前になってるかというとですね、セクシーっていう、SEXY ですね。3っていうのが、3をひっくり返すと E になるということで、イーロン・マスクのちょっとしたユーモアみたいなところあると思うんですけど、この3を E に見立てて、セクシーと名付けてですね、これを自分の、モデルに名前にした、彼のちょっとしたお茶目心が見える、そういう名前になっていくかなと思います。テスラに関して言うと、自動運転ですねを、もう一部搭載し始めてるんですけれども、この自動運転の機能っていうのも今後ますますパワーアップしていくというふうに言われています。
で、自動運転に関して言うと、実は、レベルがですね、0から5の、6段階まであって、で現在、どの国、どのメーカーも、レベル2というところまでは来てて、販売、実際されているものもあるというところです。で、それぞれレベルごとにどう違うかっていうと、まずレベルの0というのは、ドライバーが全部操作を行うということで、普通のいわゆる自動車ですね。で、次、レベル1ですけれども、ステアリング操作か、もしくは加減速のいずれかをサポートするというものが、レベル1になってて、で、最近だったのクルーズコントロールとかって呼ばれてる、ハンドルの部分での動作をサポートしたりとか、アクセルとかブレーキの部分の動作をサポートするというところで、搭載されている車は結構増えてきているというふうに思います。で、レベル2に関して言うと、そのステアリング操作、ハンドル操作と、あとは加減速の、両方が連携して運転をサポートする。例えば、車線を変更するのに、ちょっとハンドルを動かしながら加減速するとか、そういったところができるようになっているのがレベル2というところで、テスラもこの辺、オートパイロット機能というのを備えていて、高速道路であれば、ボタンを押すと勝手に車線変更してくれたりとか、勝手に加減速してくれる。障害物とかもセンサーがついてて把握するので、そういうところまで今、技術的には来ているということになります。で、ここから今、多分各自動車会社研究している領域に入ってくるんですけど、レベル3としては、もう特定の場所で、そういうすべての自動車の操作っていうのが自動化されて、緊急時はドライバーが操作しなくちゃいけないんですけれども、その特定の場所においては完全自動運転になるというのが、レベル3ですね。で、レベル4が、特定の場所でもう全ての操作っていうのが完全に自動化されるということで、もうここまで来るともう人が入るってことはなくて、もうここのエリアとかこの場所はもう完全にドライバーが必要になりませんというのがレベル4の段階ですね。で、最後にレベル5に関して言うと、もうあらゆる状況、どんなところでも、操作が完全に自動化されているということで、で、ここのレベルまで行くと、もうハンドルやアクセルもいらなくなるということで、もう人がタッチすることっていうのがもう必要ないという、そういう設計になってくると言われているので、各社、自動車会社が目指しているところで言うと、このレベル5のところまで目指しているところなんですけれども、このレベル5まで行くにはですね、道路の問題だったりとか、法整備の問題だったりとか、いろんなハードルがあるんで、2020年代で達成できるかどうかっていうところだとは思うんですけれども、そういう世界が、そんなに遠くない未来に来ているというところは言えると思います。私個人としてはですね、実は2017年頃に、テスラのモデル X を購入を検討してた時代がありまして、でその時に試乗とかもしたんですけれども、当時から、レベル2のオートパイロットっていうのはもう備えられてて、もう高速道路で画面で70マイルとか75マイルとかっていうのを設定すると、もうそのスピードを維持してくれると。で、もちろん前方に車がいたら減速してくれるし、障害物があったらアラートを上げたりとかっていうのはあるんですけれども、そういう形で自動運転の一部っていうのが体感できるようになっている。当時もその車線変更に関してもボタンを押したらセンサーで後ろから車が来てたら減速して、その車が通り過ぎた後に車線変更するとかですね、そういう部分はもうできるようになっていたと。で、あとは駐車とかもある一定のところまで行って、ブレーキ踏んでる状態でボタンを押すと勝手にそこから、バックで駐車をしてくれて勝手にハンドル動いてというような状況になってましたので、その当時からですね、もう自動運転機能が徐々に入り始めてたと。で、続いてテスラの、競争優位性についてちょっとお話ししていきますと、まずハードウェアに関してですね、まず電池、これはちょっと面白くて、一般的にその販売されている電池を、並列に何千個も並べてる。実際はその一般に売られている電池よりはもちろん性能がいいものにはなるんですけど、その汎用品を何千個もたくさん並べて車に搭載してる。他はもうその自動車用に電池を開発してっていうふうにやってるんですけれども、テスラはその汎用品のものを並べてやってる。で、この電池を作っているのは、日本のパナソニックがこのところは製造しているというところなので、そういった意味でも日本とゆかりがあるというふうに言えると思います。で、あとはですね、自動運転に必要なカメラセンサーであったりとか、
自社製のその AI チップを持ってたりとか、まあ、あとは充電スポットが今2020年の3月現在でチャージステーションって呼ばれているのが北米でですね1870あって、チャージャーの数が1万6000を超えるぐらいのチャージャーの数があるというところで、結構もういろんなところで充電できるようになってきているなという印象があります。でもう一つですね、テスラの優れているところとしてはやはりソフトウェアの面で優れているというところが言えると思います。既にやっぱり多くの電気自動車が販売してて、なんか言ってみればその実証実験を繰り返しながら販売ができているような状態で、他の既存の大手自動車メーカーですと、やっぱり EV シフトがなかなかできてない、要はその、まあ、ガソリン車と競合してマーケットを奪っちゃうけど、メンテナンスの観点でいうとやっぱり電気自動車の方がメンテナンスが少なくて、ディーラーとしてはあんまり売りたくないというような、そういう背景とかもあったりするんで、販売してるボリュームで言うとやっぱりもうテスラが販売してるボリュームというのは圧倒的だというふうに言えると思います。続いてですね、テスラがもう一つすごいところとしては、やっぱりこれがもうもしかして一番すごいかもしれないっていうところで、やっぱビジネスモデルがですね、他の自動車会社で実現できないことをやってるっていう意味ではすごいと思います。でまず、メンテナンスっていうのが今後電気自動車に変わると必要がなくなってくると。従来の自動車であればですね、オイルフィルターだったりとかタイヤももちろんそうですし、エンジンの部分で点検が必要だったりするんですけれども、電気自動車になるとですね、交換が必要なのはタイヤとワイパーのみというふうに言われてまして、で他はメンテナンスは特にいらないんですね、まあ、いわゆるその家電になると、自動車じゃなくてもう電気自動車ってもう、まあ、電気で動くんで家電っていう扱いになると思うんですけど、そういう意味で言うとそのカーディーラーっていうのがもうそもそも不要になってきて、本来そこでカーディーラーの人たちがメンテナンスして稼働してた分のそのコストっていうのをテスラは負担しなくてよくなるというところで、ディーラーが不要になってくるというふうに言われているのが、まあ、一つ大きなこの業界の転換点かなというふうに思います。テスラでいうと、カーディーラーって、まあ、基本的には彼らの直営店しかなくてですね、でかつ直営店といっても自動車の展示をしている、要はデパートの中とかああいうところにあるような感じで、一般的なその郊外に大きい店舗構えているようなそういう店ではなく、ブランドの展示とあとは、まあ、そこで、予約だったり販売を行うっていうそういうスタイルにしているので、この固定費の部分で非常に違いが出てくるというふうに、思います。あとはですね、テスラのすごいところでいうと、この AI チップっていうのを、まあ、自社で今開発してるんですけれども、他の会社はなかなかもうこの開発っていうのがまあ難しくて、 NVIDIA とか AI チップの製造メーカーに作ったものをまあ入れているというところでコストがかかるっていうところと、あとテスラの電気自動車には基本的にはその AI チップっていうのが全部搭載されてて、で、自動運転の機能のアップデートっていうのは基本的にはソフトウェアの部分なので、それをダウンロードするかどうかっていうところだけなんですね。なんで、テスラの電気自動車のすごいところは、その自動運転のアップデートができるように全自動車にそのチップがもうすでに搭載されているっていうところがすごいところというふうに言われてて、他の会社の電気自動車であればその NVIDIA とか AI チップを売ってる会社が買って、でそれをお客さんが車を購入する時点で判断しないといけないんですね。というのはそこにもう、各自動車メーカーは NVIDIA からチップを買ってるわけで、それを無料で配るっていうのは今モデル的に難しいというところで、自動で全部搭載されてるわけじゃないと。でここの、もうすでに自動車に自動運転を見越して AI チップが積んであるかどうかっていうのの違いっていうのは、今はまだ自動運転のレベルが2っていう段階なんで、そんなに差は出てこないんですけれども、今後3とか4とか5とかいうのになった場合に、テスラの自動車であればもう古いモデルで、販売された車であろうと2025年で販売された車であろうと、そのソフトの部分っていうのは変わんないんですよね。最新のソフトウェアを詰める状態になってるっていうのが、まあ、テスラの強みで、他の自動車会社電気自動車が売ってるところではそれっていうのはなかなか実現できないので、ここはもうビジネスにおいては非常にクリティカルな違いだというふうに思います。でこの辺に関してはですね、シリコンバレーに
日本人でですね、M&A とかも何回も経験されている中島聡さんという、有名なエンジニアの方いらっしゃるんですけど、この方が、メルマガとかで、IT 関係全般の情報をまとめたものを、週1かな、コンテンツとして出していただいてて、テスラに関してもこういう分析っていうのを非常に細かくかつ、エンジニア目線でやっていただいてますんで、その情報をですね、もう見るだけでも非常に勉強にもなるし、なかなかそういう情報っていうのは、取れない部分があるので、ぜひですね、中島さんのメルマガも登録されるといいんじゃないかなというふうに思います。で、あとですね、テスラが本当にすごいのかみたいな疑問視されてる方っていうのは多くてですね、でその方々の大体思われるところで言うと、まず自動車の販売台数としては全然多くないじゃないかというような話があって、で、それは確かにその通りで、ガソリン車を含めた自動車の販売でいうと、実はテスラってまだまだ全然数は多くないんですけれども、で、こと電気自動車に関して言うと、アメリカでのマーケットシェアっていうのはもう圧倒的ナンバーワンで、多分 70% とか 80% ぐらいかな、のマーケットシェアを誇っているということになります。で、やっぱり他社は、ハード面でもそうだし、特にそのソフトの面でも、非常に今遅れている状態なんで、結構この、遅れを取り戻すっていうのは並大抵の問題じゃないかなというふうには思います。続いてですね、車としての性能はそんなに高くないんじゃないの、加速の速さの部分だったりとか、長距離走れるか走れないか、電池がどれぐらい持つかどうかとか、そういう性能の部分ではなんかいまいちじゃないかっていうような話がよく聞かれるんですけど、でこれはですね、そのテスラっていうものに対して何を持って価値を提供しているかっていうところで見方が違うかなと思ってて、テスラっていうのはもう自動車じゃなくて、やっぱりこう動くスマホに近いかなというふうに思ってて、一個一個の機能っていうと、そんなに差が出てくるところっていうのは、もしかしたらその走る距離の部分だったりとか、いわゆる今まで自動車産業が気にしてきたそういうパラメーターとか、KPI みたいなのを考えた時にはそんなに差が見えないような感じかもしれないんですけど、実際にそのテスラが今後提供するであろう、その自動運転の機能もそうだし、電池のその効率性の部分だったりとか、あとはユーザー体験ですね、実際テスラ乗ってみるとパネルがすごい大きかったりとか、あとは、乗った時にですね、どこにチャージングステーションがあってとかっていうのを勝手にナビしてくれたりとか、あとはスマホとの連動の部分、そういうのが他の自動車に比べてやはりかなり進んでる部分があるので、トータルで見た時にやっぱり全然違うものを提供してるなというのがちょっと個人的な感覚で、感覚としてはやっぱなんかスマホの iPhone に近いような感じで、iPhone だけじゃなくて他の例えばファーウェイだったりとか、Galaxy とか、いろんな会社が携帯電話出してると思うんですけど、やっぱり iPhone 独自の良さであったりとかユニークさみたいなのって、特に iPhone が出た当時なんかはかなり際立ったと思うんですけど、イメージとしてはああいう感じで、なんか、自動車界の、Apple っていうか、今後一人一台こう iPhone みんな持ってるみたいな時代が2010年とかに来たような感じで、2020年はテスラがもっともっとですね、販売台数増えて人々に認知されていくんじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、結論で言うと、テスラはですね、2020年代をなんか代表する企業になる可能性を秘めている、そんなポテンシャルのある会社じゃないかなというふうに個人的には思います。ということで今回は、電気自動車のテスラを、ご紹介していきました。あと他にですね、こういう企業を紹介してほしいというようなリクエストもお待ちしております。ということで今日は、以上となります。また次の機会にお会いしましょう。バイバイ。アメリカ携帯ならアメスマ。バイバイ。